はい、皆さんこんにちは、まゆです。今回のお話は低評価廃止について。だいぶねちょっと遅れた動画になるんですけど、まあね、とっくの塔にこの YouTube では低評価の数ね、多分隠されてると思います。低評価もうね、数字のところがなくなってると思います。あの YouTube さんの方からなんかもういたずらで低評価が押されたり、低評価ある意味なくねっていうのとね、そのクリエイターへの攻撃をねなくすために、まあいろいろね、今までネットでいじめとかネットで誹謗中傷とかでね心病んでしまってね、その自らお亡くなりに、ね、なる方がね、まあ、結構いらっしゃったじゃないですか。なのでそういうのが廃止になったと、多分そういう理由があって廃止になったんじゃないかなって私思うんだけど、ごめんね、今日性別の話とはもう全然関係ない YouTube の話です。いつもはねその LGBT だったりトランスジェンダーのお話なんだけど、すいません今日はこんな話題になっています。まあいろいろねつながってくる部分もあると思うんだけど、でまあ YouTube の方が低評価の表示はしなくなったよということで、あのそれについて私が思うことっていうかね、私の事情をちょっとお話しさせていただきたいと思います。 YouTube ね、低評価、高評価と低評価があったじゃないですか。で私ってその今まで設定でその高評価した数と低評価した数を表示しないっていう設定で結構動画を上げてたんですよ、だけどそれだとこの動画が反響あるとか、この動画がすごく学べるとか、この動画に価値があるっていうのが一目で分からなくなったんだよね、私の動画を客観的に見た時に、私の動画何が面白いかな、何が伸びてるかな、それはやっぱり視聴者の声がないとわからない。だけど私は高評価と低評価の数を隠してた、だから何が人気なのかわかんなくね、何が勉強になるのかわかんなくねっていうので、最近はねあの高評価と低評価の数を表示するように、投稿の時にね、投稿の設定で表示するようにして動画を上げてたんですよ。そしたらもちろん高評価もね30いくつついたりで、低評価1つ2つ3つついたりみたいな感じの状態ですね。で私のまあ低評価の状況なんだけど、全然ない、全然ない。私の動画って絶対1つか2つ低評価はついてるんだよ。だから根強いアンチがいるんだよ、一人だけ。たった一人の根強いアンチがいるんだよ。ありがとうございますね。なんか私のねその再生数に貢献してくれてるので、低評価をしてくれるっていうことはね、私の動画も見てくれてるっていうことだから。そう、私ねプレミア公開にしてる時に、そうプレミア公開ってそのこの時間なんないと動画始まりませんよっていうね、この時間になったら動画ページが作られて動画再生されますよっていうものなんだけど、まあこれですね、今皆さんがもしかしたら見てるかもしれない、ここにねチャット欄があるプレミア公開なんだけど、プレミア公開もしてないのに低評価がついてる、私の動画の内容を見てもないくせに低評価がついてるってことは私の根強いアンチだと思うんですよ。ありがとうございます本当に。まあ、アンチがつくってことは私も伸びてきてるんだろうなっていうふうに思うんだよね。でもねたった一人なんだよね、ねたった一人のね軍勢で、この軍勢とは言わないね、たった一人でこの私を応援してくれる軍勢にこう立ち向かおうとしてるのはとてもかっこいいと思いますよ私は。そう、まあ私のどこが気に入らないかは客観的に見てわからないんだけど、まあ可愛くないとかかな。そうだからまあ私の一人の根強いねアンチがいます。で今までは私の動画って、高評価が20から30ぐらいついてました、
で、その一人のアンチが、低評価をしてましたということで、まあ、高評価数が20何とで低評価1みたいな感じになっていう表示があったんだけど、今高評価しか表示されない、高評価の数しか表示されない、でも低評価押すボタンはあるけど数は表示されないみたいな感じになってますよね。見る人から見たら、その例えばこの動画は高評価が多いからいい動画なんだなっていう風に見てくれるかもしれないし、この動画は低評価が多いけどその理由は何だろうなって思って気になって見るかもしれないし、で再生数が多いのに高評価数が少ないからつまんない動画なのかなとか、なんかこの動画は動画を見る前に自分のためになるかためにならないか、自分の人生を豊かに、自分の時間を豊かにしてくれるかしてくれないかで、こうなんかこう測れなくなったんだよね。そう、低評価が隠れてるだけで、パッと見さ、やっぱり高評価が多くて低評価が少ないと、まあ、この動画面白いのかもしれないと思って見るじゃん。だけど今度低評価が隠れてるから、高評価数はまあまあ多いけど低評価数ってどのくらいの位置になるのかなってわからないじゃん。低評価数少ないのかな、もしかしたらこの高評価数より多いのかもしれなくないみたいな、だから一目でなんかこの動画は面白いのか、自分の、ね、時間の無駄にならないかとか、なんか分かんなくなっちゃったよね。そう、あといろんなねクリエイターさんが言ってるのが、低評価ってねおもちゃなんですよ。そうで、悪気のあるユーザーに与えられたおもちゃで、このクリエイタームカつくとか、こいつのアンチですっていう人はだいたい動画も見ないで低評価して、よし低評価1個ついた気持ちいいみたいな感じでおもちゃに使ってると思うんだけど、で今度低評価つけました、だけど低評価の数が表示されないから自分が低評価に貢献したっていう、なんかこう優越感っていうか、なんか達成感が味わえないから、今度コメントに現れてくるんじゃないかなっていう、もっとひどいことを誹謗中傷とか、なんかひどいことをしでかすんじゃないかなっていう不安、なんか今クリエイターさんたちがそこをね懸念してる動画をよく見かけます。あとまあ胴裏の話になるんですけど、これは、まあ、クリエイター側の胴裏の話になるんですけど、アナリティクスとかコンテンツを自分でこう表にしてみた時には、高評価と低評価の数ってこっち側は見えるんだよね。そう、皆さんからは、その皆さんもまあ動画上げてみたら分かると思うんだけど、皆さんからは私の動画は低評価隠れてるけど、私から見ると実はそのアナリティクスとか自分のね、その YouTube スタジオとかに行ってみると、自分の高評価数と低評価数ってね可視化できるんですよ。だから、あ、この動画は 何%高評価ついてて何%低評価ついてるなっていうのを実はこっち側からは見れます。これ結構胴裏な話だと思います。なのでまあ結論、確かにそのいたずらだったりね、その動画を見てもないのに、その動画の一般的な人が見て、この動画は低評価をね、ついてるから面白くないのかもって思って見られなくなることはなくなりましたね。いたずらとかによって低評価が増えてモチベーションが下がったりとか、他の人が見て、あ、この動画面白くないのかなって思うことはなくなりました。それはいいことです。だけどその本当に面白くない動画があった場合、高評価数と低評価数の割合が分かんないと、面白くない動画を見て時間を無駄にしちゃうかもしれないし、その低評価をおもちゃとして扱ってる悪気のある悪質なネット使用者は、その低評価を押しただけではなんかこう心は満たされず、もっとひどい誹謗中傷的なことをねやらかす可能性があるから怖いよねっていう話で、私たちからは、まあ、皆さんが見てる分には分からないけど、クリエイター側からは自分の高評価数と低評価数
見ることができますっていう、まあそんな話でした。やっぱり私にね、このアンチする人は大体多分元男の子アピールうざいとか、なんかこう可愛くないのに動画、可愛くないのに動画あげんなとかね、多分何かしらがうざい、うざいよね。私多分、私もね、なんか客観的に見てうざいと思うそう、あとはそもそもセクマイとかトランスに関しての、まあ、偏見だとか差別意識があるとか、あとそうだな、何があるかな、と、あとはまあ妬みとかですかね。自分が自分らしい人生を生きられず、周りからも注目されずっていう人から見ると、私が妬ましく思うんでしょう。あ、ごめんなさい、はい、すいませんすいませんこういうとこだよね、本当ね。はい、ということで、この動画が面白ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok あるので、ぜひ見てみてください。概要欄にサブチャンネル貼ってあります。ゲームチャンネル、ぜひ見てみてね。ってことで終わります。じゃあね。